はいどうもこんにちは、ワッフルワッフルですけどね、カンハム202終わりましたね。東京もちょっと行ってたんですけどね、1日目5000人、2日目3000人でね、8000人のご来場あったということで、どうも皆さんありがとうございました。またね、JL3ZNZ ワッフルズブースにもね、多数のご来場いただきましてありがとうございました。当日はね、全国学生ハムクラブさん JS1YOC 局ね、そちらのね、関西メンバーに常駐いただきましてね、リモート体験運用とかね、バランの販売、それからね、全国学生ハムクラブさんのご紹介なんかね、していただいてありがとうございましたと。あとね、実験大好き MNL 局さんね、JH5MNL さんにもね、協力いただきまして、コラボレーションでね、ブースやっておりました。ご来場どうもありがとうございましたと。あと僕はあまりブースにいなかったんですけどね、アイボールいただいた各局もありがとうございましたということですね。いや、なかなか盛況でしたね。暑かったですけどね、やっぱりね、まあ、シーズン的にはしょうがないですね。まあ、なかなかいろんな方お会いできましてよかったです。ありがとうございます。各ブースもね、ちょっと拝見したんですけどね、販売店さん、メーカーさん、ね、各クラブさんね、それからちょっと外は行けてないんですけどね、暑かったんでね、館内のね、各ブースありがとうございました。結構お声掛けもいただきましてね、お写真なんかもね、ありがとうございます。また当局のね、QSL カードとかね、あと名刺とかね、ステッカーをお配りした方も何人かいらっしゃいましてね、ヤングハムですね、学生さんとかね、多数お越しいただきありがとうございましたと。ね、全国学生ハムクラブさんがね、非常にしっかりと運営していただいたんでね、今回のワッフルズブースも安泰でしたということでね、やっておりましたということでございました。ありがとうございます。でね、会場でね、CBX 局雅子さんにお会いしましてね、ちょっとメッセージ預かってますんでね、そちらね、最後にご覧いただいて終わりにしたいと思います。それではどうもありがとうございました。ワッフルでした。またね、カンハムでお会いしましょう。次はハムフェアです。8月7日水曜日発売のエネルギー5曲入り1500円です。あなたと出会えたエネルギー、そして、身を振るエネルギー、お花のエネルギー、そんないろんなエネルギーを詰め込みました。ぜひお手元で取ってみてください。サブスクもしています。まさかのホームページで詳細見てください。